それではただいまから野田内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。はい、東日本大震災の発生から本日でちょうど1年の節目を迎えました。先ほど政府主催の追悼式を挙行いたしまして、一人一人の犠牲者への追悼の思いを込めて黙祷を捧げさせていただきました。今なお3155人の方々が行方不明であります。悲痛の念に耐えません。あの日を忘れないことが最大の御供養だというふうに思います。震災の記憶と教訓は絶対に風化をさせてはならないと思います。すべての国民が息長く語り継いでいくことが重要であります。警察、消防、自衛隊だけではなく、医療関係者、原発事故の作業員、全国各地から集まったボランティアの皆さんなど、被災地の支えとなってこられました。こうした人の力への感謝の念も忘れずにいたいというふうに思います。日本は災害多発列島です。大震災で得た知見と教訓を踏まえ、全国的な災害対策の見直し、強化を早急に進めていきたいと考えております。本日は追悼の日であると同時に、復興の決意を新たにする日でもあります。発足から1ヶ月を経た復興庁には、司令塔として大きな期待が寄せられている反面、書類や手続きの問題を含め、さまざまなご批判があることも承知をしております。批判は真摯に受け止め、改めるべき点は改めたいと思います。復興庁について、どのような点を見直すべきかを整理し、速やかに対応するよう、平野復興大臣に指示をさせていただきたいと思います。ふるさと再生の主役はあくまで地元であります。新たなまちづくりは地域主権の理念を実践する場であります。住民自らが設計図を描き、地域の自律的発展の道筋を見出せるよう、国は最大限の支援を行ってまいります。一方で、被災地再生の明るい兆しも感じます。この兆しを大事に育てていきたいと思います。官邸に寄せられた私の復興だよりで、被災地でたくましく生きる人々の笑顔と前向きなメッセージ、震災直後に生まれた赤ちゃんや子どもたちの元気な姿に大きな勇気をもらいました。東北への観光者数も回復しつつあり、来週から官民を挙げた東北観光博キャンペーンを開始をいたします。被災した300を超える漁港のほぼすべてで水産物の陸揚げが可能になりました。こうした動きに弾みをつけるため、一人でも多くの人々が東北を訪れ、東北の豊かな海や山の幸を食べて応援をしてほしいと思います。被災地に国際会議を積極的に誘致し、復興の進捗を海外にアピールしていくことも大事であります。7月には東北で大規模自然災害、12月には福島で原子力安全に関する閣僚級会合を開催する予定であります。今後問われていくのは、国民同士の連帯感の持続であります。被災地は継続的な支援を必要としています。すべての国民がこれからも復興の当事者であるということをぜひ自覚をしていただきたいというふうに思います。政府としても徹底的な情報開示を通じて国民の信頼回復に努め、国民同士の助け合いの心をつなぐ環境整備をしていきたいと考えております。がれき、公益処理は国は一歩も二歩も前に出ていかなければなりません。震災時に助け合った日本人の気高い精神を世界が称賛をいたしました。日本人の国民性が再び
試されていると思います。がれき広域処理はその象徴的な課題であります。すでに表明済みの受け入れ自治体への支援策、すなわち処分場での放射能の測定、処分場の建設、拡充費用の支援に加えまして、新たに3つの取り組みを進めたいと思います。まず第1は、法律に基づき、都道府県に被災地のがれき受け入れを文書で正式に要請するとともに、受け入れ基準や処理方法を定めることであります。2つ目は、がれきを焼却したり、原材料として活用できる民間企業、例えばセメントや製紙などでありますが、こうした企業に対して協力拡大を要請をしてまいります。第3に、今週、関係閣僚会議を設置し、政府一丸となって取り組む体制を整備をしたいと考えております。福島の再生は国の責務であります。必ず成し遂げなければなりません。周辺住民の皆様が帰還を完了し、穏やかな暮らしを取り戻すまで、原発事故との戦いは終わりません。円滑な賠償、除染、健康管理、食の安全、学校や病院など、公的サービスの早期再開といった課題への対応を進めてまいります。一歩一歩、着実に成果を出すことで、放射線への不安と、ふるさとへの思いに揺れる福島の皆様の心に寄り添いたいと考えます。中間貯蔵施設の整備についても、地元との丁寧な対話を積み重ねながら検討を進めてまいります。福島再生特別措置法案は、先週衆議院を通過をいたしました。与党が一体となって福島再生を後押しするため、早期成立を期したいと思います。原子力安全規制は、全面刷新でいかなければなりません。最高水準の規制を確立しなければなりません。原発の安全神話にとらわれ、事故を想定した備えが不十分であったことは、紛れもない事実であります。原子力の安全規制は、ゼロから再出発させるためにも、新しい魂を入れた原子力規制庁をできるだけ早く発足させたいと考えております。あの日、最愛の人にさよならも言えずに亡くなられた方々の無念さを思わずにいられません。追悼の思いを復興への決意に変え、すべての国民が力を合わせて復興を通じた日本再生という歴史的な使命を果たしていかなければならないと思います。集中復興期間は5年、復興のめどは10年です。1年は復興の長い道のりの一里塚でしかありません。震災直後に生まれた赤ちゃんが10歳の誕生日を迎えるまでには、必ずや被災地の復興を成し遂げ、力強くよみがえったふるさとの姿を見せたいと思います。私からまずは以上でございます。それでは質疑に移ります。指名された方はまず所属とお名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。それではどうぞ。では高田さんどうぞ。幹事社フジテレビの高田です。今日で東日本大震災から1年が経ち、改めて追悼の気持ちを新たにする次第です。この震災からの復興についてなんですが、野田総理は先ほどの式典で歴史的使命と述べられ、政権の最重要の課題の一つに挙げていますが、その力強く立ち上がる被災者の姿がその画面にもいろいろある、そういった姿がある一方で、復興の遅れを指摘する声はまた強く、そして苦しい生活を強いられている被災者の姿も現実としてあります。こうした中で、先日復興庁が行った復興交付金の第1回の認定は申請のおよそ6割にとどまりました。自治体からの批判を受けて総理も改善に言及しましたけれども、認定基準の緩和などを含めてどう具体的に改善していくのか、またがれきの広域処理に向けて先ほど総理は3つの新たな方針を示されましたが、その1点目の法律に基づいたがれきの受け入れを文書で求めるという点は、これ新たな法律の整備を伴うのか、それとも従来の特措法の下でやるのか、
またその受け入れの基準ですとか処理方法というのは具体的にどういったものをイメージされていて、いつまでにこの文書で求めるというのを実行されるのか、そのあたり具体的に含めて全体の復興に関した加速の手段をお聞かせください。今2点ご質問あったと思います。1つは復興交付金についてでありますけれども、1月末までにということで被災地から計画を出していただき、でその上で3月の2日に第1回目の交付可能額の通知を行わさせていただきました。事業費で約3053億円、国費で2509億円ということなんですが、この配分にあたりましては、被災者の生活再建などのために速やかに対応しなければいけないものとして、当面必要と考えられる事業についての配分を通知をしたということでございまして、次は3月の末までにですね、計画を出していただくわけでありますが、その際には計画策定支援についてしっかり国が応援をしていくということが大事だと思います。でその上で、今回採択されなかった事業とか、あるいは市町村が要望を取り下げた事業については、事業の進捗とか検討の作業状況によりまして今後採択可能となるものも当然あります。さっき申し上げたように速やかな対応しなければいけないというところで1回目の交付を決めていますので、もう少し時間を追って対応できるものについては採択される可能性があるということ、それからこの復興交付金という制度での対応ではなくてですね、全国防災等々他の予算であるとか、あるいは制度の下で対応できるものもあると思うんです。でそういうことをいわゆる要請のあった自治体の方に、これは交付金で対応します、これはもうちょっと時間が経って次の交付金で対応しますとか、あるいは他の制度で対応しますかという、うまく振り分けのご説明を丁寧にやることが誤解を生まない一つの方法かなというふうに思っております。それから、反省点とするとですね、やっぱり書類とか手続きの問題を含めて改めるべきところがあると思います。でそこは先ほど冒頭申し上げたとおり担当大臣には伝えておきたいというふうに考えております。二つ目のご質問は広域処理のお話でございますけれども、先般神奈川県の黒岩知事、それから横浜、川崎、相模原の幹部の方にお越しをいただきまして、ご要請をいただいたんですが、そのご要請の中身というのは、法律に基づくがれきの受け入れの要請や基準の策定についてでございました。でこうしたご要請を踏まえまして、新たな法律か前の法律かと同じですが、昨年の8月に作られた、これ、与野党で合意をしました、災害廃棄物処理特別措置法、これに基づいてということでございます。でこの法律に基づきまして、具体的には被災3県を除く全都道府県に対して、被災地のがれきの受け入れを文書で正式に要請をするということ、それからすでに受け入れを表明をされている市町村に対しては、調整を経て、受け入れをお願いしたいがれきの種類、量を明示した上で協力を要請を行うということであります。またこの法律に基づきまして、がれきの放射性物質の濃度などの受け入れ基準であるとか、焼却施設における排ガス処理装置などの処理方法を定めることとしております。こういう取り組みを通じましてですね、広域処理について、本当に多くの自治体で住民のご理解をいただけるように、さらに努力をしていきたいというふうに思います。それでは次の方、じゃあ加納さんどうぞ。産経新聞の加納です。福島第一原発事故の対応と再稼働についてお願いします。原発事故ではその発生時にスピーディーの情報が地元に伝達されていなかったことなど、その管制権の初動対応への地元の不信感、自治体の不信感が今回の中間貯蔵施設の建設ですとか原発再稼働問題に影を落としております。民間の独立検証委員会は2月末の報告書で、菅総理や官邸中枢の対応を稚拙で泥縄的と批判しました。で、菅総理の前総理の責任を野田総理としてどう認識され、自治体に理解を求めていくつもりでしょうか。また再稼働に関しては、総理はストレステストを経て地元の理解を踏まえて最後は政治が判断すると枝野経産大臣は地元の説得に当たる段階でも政治が前面に出ると
ということを強調しております。夏の電力不足に備えて、総理自ら地元の積極に当たろうという考えがあるでしょうか。また具体的にいつまでに何を基準にその是非を政治判断するでしょうか。まず最初は原発事故の初動対応についてのお尋ねだと思いますけれども、菅前総理をはじめとしてですね、当時政府としては地震発生直後から深刻な事態であるとの認識のもとで、原子炉の冷却であるとか、あるいは住民の皆様の避難について全力で取り組んできたと思います。ただし、情報開示等について十分でなかったという指摘については、これは真摯に反省しなければならないと思います。また、民間事故調の報告書の中では、官邸による現場の介入の問題などについてのご指摘があったということは承知をしていますが、そこで責任運転とお話がありましたけれども、他方でその報告書の中ではですね、東電の撤退拒否、あるいは政府と東電の統合本部の設置、その後の統合本部を舞台としたアクシデントマネジメントについては、一定の効果があったという指摘もあることは、これは事実であるというふうに思います。今、その菅政権の後を引き継いだ野田政権としては、当時の経験と、そして貴重な教訓をしっかり肝に銘じて、二度とこのような原発事故が起こらないように力を尽くすこと、そして特に情報開示については、万全を期すということを心がけることが大事ではないかというふうに思っています。もう一つは原発の再稼働についてでありますけれども、定期検査中の原子力発電所の再起動については、現時点での最新の知見を踏まえて、IAEA のレビューも受けました手法に基づいて、事業者が行ったストレステスト、それを保安員が確認をする、さらにはその妥当性を原子力安全委員会が確認をした上で、地元の理解を得ているかどうか等を総合的に勘案をしながら、政治が判断をするというプロセスを踏むことになっています。で、この際に、いわゆる安全委員会までの確認が終わった段階においては、私も含めて、枝野大臣、官房長官、それから細野大臣ですね、その4人の閣僚が集まりまして、安全性および地元の理解をどうやって進めていくかということの議論を確認をして、でその上で地元にご説明に入るという段取りになっていくというふうに承知をしています。しっかりとこの際には政府を挙げて、ご説明をし、ご理解を得るということを行わなければいけないし、私もその政府を挙げてという中では、先頭に立たなければいけないというふうに考えております。それでは次の方。それでは、じゃあ、ドゥラクさん、どうぞ。ウォール・ストリート・ジャーナルのデボラクです。今説明された再稼働についての規定なんですが、それを経て、今年の夏、その日本の原子力発電所が全く稼働しない、状態にはあり得るでしょうか。で、それが可能でしたら、どういう事態が起こり得るでしょうか。一番厳しい想定と、それを防ぐ、方法についてお考えを聞かせていただきます。今年の原発の稼働状況については、今、あらかじめその可能性について申し上げることはできません、現時点では。ただし、今年の夏の電力需給については、仮にですね、原子力発電所の再起動がなかった場合、で2010年の夏並みのピークの需要となった場合は、しかも有効な対策を講じなかった場合には、約1割の電力の需給ギャップが生じるという見通しがございます。このため、昨年の11月にエネルギー環境会議において取りまとめましたエネルギー需給安定行動計画に基づいて、予算やあるいは規制改革等を通じた供給力の積み増しということと、それから省エネの促進などによりまして、
電力の需給ギャップを埋めるための施策を総動員をし、最大限の努力をしていくということになっております。こうした取り組みによりまして、計画停電であるとか、電力使用制限令を回避することを目指しております。電力の安定供給の確保に万全を期したいと思いますが、なお、さらに具体的にはですね、今年の夏の具体的な対策については、来月中を目途として、電力需給の見通しについて、レビューを行って取りまとめたいというふうに考えているところであります。それでは次の方。それでは佐々木さん、どうぞ。時事通信の佐々木です。官邸のですね、危機管理という点でお伺いしたいんですけれども、官邸の危機管理といえば、阪神大震災以降ですね、ソフト、ハードの面で、それなりに整備されてきたと思うんですけれども、今回、この原発事故でですね、先ほどの民間の委員会の報告書にもありましたけれども、その運用する人の側に問題があったのではないかと、そういう指摘がされています。では今総理貴重な経験として生かしていきたいということをおっしゃってましたけれども、具体的にこの経験をですね、その人の運用面からですね、どう生かしていきたいのかというところを聞きたいんですけれども。先ほどは民間事故調の報告書を踏まえてのお話をさせていただきました。それから政府の事故調は中間報告を去年の暮れ出しています。で、国会の事故調もこれからご議論があると思います。それぞれ出てきたいわゆる検証を踏まえた対応をやっていかなければいけないと思いますが、加えて、平野復興大臣を東日本大震災の総括担当大臣にしています。で、その総括も踏まえながら、危機管理の対応というのは整理をされてくると思いますが、そういうものが出そろう前にも、分かってきたことっていうのがあると思うんですね。一定の知見というものがあると思います。で、それはですね、やっぱり一つには、専門家の皆さんの意見をどういう形できちっと聞くのかどうか、政治と専門家との役割をどういうふうに位置づけていくのかどうか、で、そこは冷静な対応というのは必要ではないかというふうに思います。などなどですね、あるいはこれはもういろんな事故調でありましたけど、官邸の上の方の階と地下の、いわゆる多くの皆さんが集まっているところとの意思疎通の問題等々ですね、危機管理上の問題というのは、今もすでに出てきているものもあると思いますので、そういうものを踏まえた対応をしていかなければいけないということと、で、何よりも、体制の問題もありますけれども、今回の東日本大震災を想定外といった言い訳をしたケースがありました。でも、これからは想定外ということは言えない、想定をあらゆるところを全部し抜くのが危機管理と、で、これが最大の教訓ではないかというふうに思っています。で、今回はやっぱり危機管理の問題も含めて、安全神話にどっぷり使ってたと、政府も、そして、事業者も、専門家の皆さんも、学会も、で、その反省に立った総括をしていくことが何よりも重要ではないかなというふうに思います。それでは次の方。それでは印藤さん、どうぞ。日本経済新聞の印藤です。先ほど、瓦礫や原発の再起動について、総理がその前に出るというようなお話がありましたけれども、ほかにもですね、中間貯蔵の施設の問題やですね、先ほど、規制庁の法案の問題もありましたけれども、やっぱりその総理はじめ、官邸が一歩も二歩も前に、国というよりもですね、総理や官邸が前に出るということは必要だと思うんですけれども、地方自治体とのその合意形成とかですね、あるいはその、法案の処理で言えば野党対策ですね、野党対策、総理はどのように指導力を発揮されるかと思います。復興と原発事故との戦いで、日本経済の再生も含めてでありますが、野田内閣の最優先、最大の課題と去年から申し上げてまいりました。で、この基本的な姿勢は変わりません。で、その中で、復興に大きく関わる瓦礫の広域処理については、今日もこういう形で、方針を示させていただきましたけれども、この間、神奈川知事等々、官邸に来ていただいたことを踏まえての即応という部分もあります。いろんな皆さんと意見交換をしながら、すぐやらなければいけないなというのは、即断をしながら、
対応していきたいと思いますし、何よりもこれ、国民の皆様にご理解いただくことが必要ですので、まあ、先般、沖縄に行ったときも、中山知事とこの意見交換をして、沖縄についてもご検討いただくような状況になりました。このように、企画のところで自分なりに感じたことはすぐ体制を作るし、営業も含めて、まあ、言葉は適切ではありませんが、お知らせをするということ、PR をすることも、これは先頭に立っていきたいと思います。それから、中間貯蔵施設については、昨日担当大臣である細野大臣と平野大臣が、福島県知事と、それから被災地の8町村の自治体の長に、政府の考え方、ご説明をさせていただいたところでありますが、まあ、それぞれ担当大臣中心にですね、政府を挙げて取り組んでいかなければなりませんが、必要に応じて、これ、政府を挙げてでありますので、政府を挙げての先頭に立つのは私の役割だというふうに認識をしています。原発の再稼働については、先ほどのご指摘にお答えをしたとおりであります。それでは次の方、じゃあ岩上さんどうぞ。フリーランスの岩上です。よろしくお願いします。9日、政府はですね、原子力災害対策本部の議事録を公開しました。でこの中で、当時の菅総理は20キロ圏外、圏まで確実に避難すれば一番厳しい状況を想定しても大丈夫と、まあ、つまり、避難は20キロ圏内だけでいいという判断、それに対して現場担当大臣はこれに異を唱えたというふうにも伝えられています。この時メルトダウンということが伝えられていて、なお避難はこの20キロで十分とした総理の判断、そしていやもっと広域に判断すべきではないかという判断もあり得た。現時点で野田総理ではこの判断どちらが正しかったのかというふうにお考え、どちらが正しかったと評価されるんでしょうか。先ほど総括が大切だということでしたので、現在もですね、避難の問題はなお現在進行形の問題でもあります。総理の見解をお尋ねしたいと思います。まあ、先般議事概要を公表させていただきましたけれども、まあ、当時政府としては地震発生直後から、炉心溶融メルトダウンも含めて、その可能性も含めて深刻な事態であるという認識を持っていたということであります。で原子炉のその上で原子炉の冷却であるとか避難についてその時点時点で全力で取り組みましたけれども、ただそのいわゆるメルトダウンの可能性についての認識はありましたけれども、それについての対応の仕方については、あるいはその事実認識については、これはまだいろんな議論の余地があったのかもしれません。まあどの時点で、あの時点でどっちが正しかった云々というのは、ちょっとまだ早急には判断できないと思います。ただ、そこまでの深刻な事態の可能性も含めながら、あらゆる事態についての対応を懸命しようということであったと思いますけれども、これはしっかりと検証しながら、二度とこういう事故を起こさないための、やっぱり教訓と知見というものを次に生かしていかなければいけないだろうというふうに考えております。現時点はだからよく検証しなければいけないと。それでは時間が来ておりますので、最後の質問をお願いします。それでは村尾さんどうぞ。読売新聞の村尾です。この週末読売新聞で世論調査いたしまして、やはり復興対応の政府の取り組みを強化しないという数字が7割、復興対応を強化しないという数字が7割近くで、原発対応を強化しないも8割近くあるんですけれども、一方で内閣支持率が30% から5%ほど上がりました。政府の一体改革をはじめとする取り組みが、まあ、少しずつ評価されているような傾向が出ておるんですけれども、少しご感想があれば。はい、復興、それから原発事故の対応について、まあ、政府としては全力で取り組んできたし、頑張ってきているつもりですが、被災者の皆さんにとって、あるいは国民から見れば、まだ遅いであるとか行き届いてないというご批判があることは、これは真摯に受け止めなければいけないというふうに思います。したがってさっき復興庁の話もしました、広域処理の方針もお示しもしましたけれども、復興庁復興交付金等々、与野党合意して
新しい制度を作りましたので、まあ、こういうまた組織も作りましたので、それをフル稼働させながらですね、そういう声がなくなるように全力を尽くしていきたいと思います。まあ、支持率については、これはもう従来から言ってますが、下がったときも申し上げましたけど、一喜一憂することなく、やるべきことを一つ一つやっていくことの中で、国民の皆様の評価を得たいと思います。それではこれをもちまして、総理会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。